でもう一回ちょっと東京に戻してみようかな。バージニアじゃなくて。東京サーバー。まあ、やっぱりあれか。自分で侵入。城で召喚してくれ。自分で侵入する方がいいんかね、これはね。無理くさいな。ちょっとじゃあ、嫌だけど、あんま行きたくないんだが、嵐2に行ってみます。嫌だな。死にたくないな、嵐だよ。あーまあ、じゃあせっかくだから、黒松使って、あ、まずあいつを普通に松屋にでほふって。やべ、後ろにいる。はい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 、あと一丁。ちょっとこれでやつを黒松でどうにか。17個もあればなんとかなるべ。あれ？びっくりした。どこ来るかな？彼ったら、全然ロックオンできない。かわしてんじゃないよ。毒った！いった！やべ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 、すんげえ切られてる。はい、毒いらなかったな。これでもしかして、あっ、侵入できるやないかいって思ったけど、侵入って生身じゃできなかったよね。やっぱ死ななきゃダメか。神殿で死ぬか。ああ、助けてやったぞ。王じゃないよ。なんその口。イライラする。ウンバッサ。ちゃんとウンバッサの口したな。ちゃんと声優さんじゃねえや。役者さんの顔のそれキャプチャーしたってことかな。ちゃんとウンバッサって。ね、リップ合ってた気がする。わあ、すんげえ死んどるやん。これね、傾向が灰白でしたっけ。これどっちだったか忘れたな。え、これ何。買えないの。あ、これなんだ。ああ、白ければね、評価してやろうか。God has chosen you, and for that we are thankful, Umbasa. Umbasa. ここにも何かアイテムがあった気がするな。
名もなき。わあ、なんかかっこいいよ俺着てるね。もうね、聖騎士って感じ。聖職者、聖騎士か。うわあ、決闘の時間だ。しかし彼はもういない。攻撃しろ。はい、まあ来ないか。ここは罠があって、今ちょっと動かなかったか。あれ、これ向こうから見えてんのに今。こういう状況でしたっけ。これあれ、スイッチ見えないね。ちょっと罠の感じ変わった。あれ、ハカハカの実じゃない。あ、もっと上か。あ、違う。あれ、あ、もっと上だった、ごめん。これだよ、これがハカハカの実だよ。これだ、なんかねじり鉢巻きしてない。ねじってはないか。これハカハカの実だろ。ああ、でこれ踏むとピュンピュンピュン。おはあ、で純刃マラソンロードやる。いやー、生身失いそうだな。うわ、おるわ。やるか。勝てえ。お前落ちそうだな。やべえ、ビビってる。こう、あっかん。食ってる場合か。死んだ。結局死んだよー。やべえなー。これまだ、はい、あ、これで神殿に戻るともう一段黒くなりますね。いらんことしたなぁ。ちょっとでもソウル回収しに行こうかな。まあロストしたって別に、したらしたで。あかん、うえー、ロスト。いや、ちょっと押し出しのよろめきがだいぶね、マイルドになってや、マイルドになってやがるな彼ら。まあこれでもうちょっとロストしたんで、したらここ行って、あー、黒くなったんか。これ白に、そうだよね、今までこういう移動ってできなかったからあれなんですけど、これも一回もう、サイクロではないだろ、まだ。サイクロではないんだろうけど、敵絶対強まってるよね。ちょっとじゃあ、使ってみましょうか。侵入できるんか。これですよね。そっか。あ、なるほど。まあ、この間ちょっとね、アイテム整理にちょっと文句つけたんですけど、これが、アイテムの並び替えが、
自由にできねえっていうのでちょっと文句つけたんですけど意見愚心申し上げたんですけど、これがあるから別にいいのか。はい、失礼しました。使ってみます。え？あ、使用するは三角なんだ。結構やってる人いるよな。原因は見えてる。たん、お、来ました。ハカハカ侵入第1回。おおおお、来た。さあ記念すべき、出待ちされてないね。大丈夫ね。あ、どうも、赤い俺です。赤い俺が緑のあいつを倒しに行くぜ。赤い俺、すなわちムック。あれあれ、いた。やろう、塗るぞ。牽制しといて、え、炎全然通らないね。ブン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 すんぞ。う、切れた。あかん、死ぬ。逃げよ。よし、今だ。嵐なんだ、突き上がってこの野郎。やりちくめ。切れた。まぜに塗らないと。臭くよ俺は。やめろ。ビアやった。あー、死んだ。あれ、これなんで青い面になってんの。これペナルティって何かありましたっけ。黒で死んだらちょっと場所変えましょう。さらに黒くなるなんてことないだろうな。うわー、それはどうなんだろう。サイクロだったらもう、特に嵐2のサイクロは最悪だよ。特に。あれ？これ使用回数とかねえよな。あ、ちょっと待って。まさか。オンラインのあれ、どうなんですかね。あ。
オンラインのルールが全然分かってないんだけど、多分呼べる人数3人とかになってたりとかするとは思うんだけど。ただこれで勝つと自信傾向が黒くはなりますよね、多少。さあ今ちょうど0時でございますね。0時1分。あー、侵入失敗。じゃあもう一回だけ、これラストチャンス。ダメかー。そうですかー。はい、じゃあまあ今日はここまでにしようかな。まあ一回ちょっとね、いやー、なんかこうオンラインを久々にねやれたってことでちょっとテンション上がりました。面白かったな。どうしようもない戦いでしたけど。じゃあ戻るか。まあでもあれよね、考えようによっては嵐が黒くなったってことはそれだけゲットできるソウル量が増えるので、これマラソン効率は高まりましたよこれね。ちなみに俺傾向は何も変わってないね。ちょっとワンマラだけ刺してしたら何本になったか。あ、これちょっとタリスマも一回預けちゃおうか。今ゼロなんで非常に分かりやすいですね。前回まで4592ソウル、これが何本に増えるか。おお、すげえ増えた、すげえ増えた。6436。何部増えたのこれ。すげえ、ワンマルあたり1844も増えたよ。本当に一段でこんなに増えるもの。え、俺2回死んだ。あ、クロファントム倒す、え、違うよね、逆だよね。クロファン倒したら地震傾向が白方向でエリア傾向も白くなんだっけか。いや、違うか、関係ないか。関係あるか。確か白方向に傾いた気がするんだよな。それよりもやっぱ一回死んだことの方がでかいってこと。兄貴やばいよ、もう一回生身で死んだらサイクロンになってさ、ちょっとやばい赤い人たちが出てきちゃうから、それは避けなければ。はい、ということで、今日はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。あ、どうも藤丸です。3月11日今日の最新情でございます。まあちょうどね、震災から10年ってことでね、いやー、あれから10年ってなんか全然なんか実感としてなんかないですね。はっ、あれから10年って考えると本当あっという間って感じしかないね。ついこの間とまでは言わないけどね。いや、自分もね、一応まあ東北の人間でね、あの時はまだ秋田にいて普通に工場で仕事してて、もう真っ白になりましたよね。これやべえって。秋田はまだ全然比較的やべ、死ぬ、死んだわ。津波とかがね、まあ反対側でしたから被害がほぼほぼゼロではなかったらしいんですけど、なんか回り込んできたあれがあったっつってね。でも全然太平洋側と比べたら全くもうないに等しいレベルでしたけど、まあそれでもね、本当に大規模な停電になって、もちろん仕事もね、もう今日は帰れって話になって、
入るとき道路が大混乱でね、信号とか全部消えちゃってたから、すんげえ時間かかったもんね帰るのね。でとにかく情報が何もなかったから、テレビ見れたのが地震があった2日か3日後ぐらい、2日後だったかな、やっと映像でね、太平洋側の映像を見た時にえーってなって津波でみんな飲まれちゃってて、福島の原発がやばいことになってるって話になって、こりゃいよいよ終わりだなと思ったねあの時はね本当に。